はい、リスナーの皆様、ここからは、成人発達コラボラジオ第18回の振り返りセッションをお届けしたいと思います。皆様、そして渡るさん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやー、本編の方ではですね、渡るさんのおかげで、ちょっと今の、自分のこう関心事項、なかなかこう対話形式で話をさせてもらう、対話になってなかったかもしれませんけど、私が一方的に、いやー、もう話をさせていただける機会がこうあったことにすごく感謝をしていて、今日もオランダ午前中はね、本当にこう寒かったんですけど、今は熱量を持って話したおかげで、私もちょっとこうパンプしてきたのか、半袖、半ズボンで今話をしております。いやー、いいですね。はい、もう僕も下は何も履いてないんで。おー、いや、ちょっと今の冗談として取られてる。いやー、すごい、さすがですね。いや、でも、はい、先生、ちょっと一つこれ皆さんとシェアしたい意味でも、僕の考え、僕のアイメッセージをちょっと一つお伝えしたいんですけど、お願いします。やっぱりこう、何を学ぶかよりも誰から学ぶということはもう言われて久しいと思うんですけど、やっぱりこう、何を学ぶかというその、なんですかね、具体的なものよりも、その発信してる人物から溢れるエネルギーに、こう、なんていうんですかね、手をかざさせてもらうっていうことは、僕、やっぱりコミュニケーションですごい大事にしてることなんですね。なるほど。なので、リスナーの皆さんも今、こう、加藤先生が、この12年間で最もエネルギーが、こう、溢れ出たとき、それを、耳というところから感じ取って、何かこう、ご自身、自分たちのエネルギーに、もしうまいこと、こう、なんですかね、変換できれば、きっと加藤先生のこの話題に対してじゃなくてもいいかなと思うんですね。なるほど、なるほど。はい、もちろんこの話題、内容をお伝えしたいという、僕らの意図はありながらも。というところで、加藤先生、いや、またちょっと引き続きのお話をぜひ。そうですね。今のでも冒頭のところすごくこう大事で、なんか渡さんがこの橋渡しというか、アルケミストを渡るみたいなこう形でね。私の熱量を確かにこう渡さんとの対話を通じて、このテーマじゃなくてもいいと思うんですよ。というよりも、私は一人一人にその使命天命のようなものってやっぱりあって、で、発達領域っていうのは無限にあることを考えてみたときに、その人にしか育まれないような関心事項ってやっぱあると思ってて、それを他者の目や社会の目で抑圧してほしくやっぱないんですよね。それをもう純粋に探求してほしいと。私は偶然今回サイケデリクスの研究に出会いましたけど、本当にサイケデリクスの研究じゃなくていいんですよ。おっしゃる通りで。そうですよね。いや、そうなんですよね。で、その何か得られたエネルギーをご自身の関心を見つけることであったり、今もう見つかってるんであれば、そこに情熱を傾けていくような何か確かに機会にね、していただければなというふうに、今私もこの瞬間思いました。いいですね。ぜひ。そうか。これじゃあまず何からお話というかお聞きすればいいのかな。先生、今こう自由連想的にどんなことをこうシェアしたいかなとか、こう一人語りしていきたいかなっていう感じになられてますか。自由連想的にでいくと、今目を閉じてると、あの冒頭で渡田さんがおっしゃってくださった、下何も履いてませんっていう連想が。やばい、余計なこと言ってしまった。もうちょっとその連想が強くね、例えば前回なんか夜のマジシャンって言われてたなっていう、ちょっとそういうことも思い出しながらね、そうでしたね。そんな想像しかちょっと今してない状況なので、なんか渡さんからね問いがあればちょっと嬉しく思いますね。そっからちょっと出発。そうですね、はい。あ、そうか。じゃあ内容というよりも、こういう感情になった時にどういったアクションになるのかっていう、若干メタ的な感じでいくっていうのはどうですか。まず初めに。いいですね。いいですね。それね、いや本当に深い問いだと思いましたね。で、私それを聞かれた時に、やっぱ最初に取る一手というか、自分のアクションって、あ、やっぱいつも同じなんだなと思いましたね。すべてをそこに捧げる、すべてを投げ打ってでもそこに捧げるっていうアクションは変わらないです。で、これちょうど今朝方、ゼミの皆様に向けた音声ファイルでもちょっと話したんですけど、例えば今月購入したそのサイケデリックス関係130冊の本、で、これで結構もうカバーできてるんですよね。で、もちろん古くまで遡れば、まだまだ学術書ってあると思うんですけども、この12年間の中でもちょこちょこ書籍って買ってたんで、
合計するとまあ200冊ぐらいこうあるわけですよね。そうすると、基本的に学術書としてその価値が高いようなサイケデリックスに関する書籍、かなりは網羅したんですよね。でこのアクション、関心持ったものに関する知識をもう網羅的包括的に全部得ようとするって、私も記憶に残る限り自分の自我が芽生えた時からこれ行ってたんですよ。どこまで遡るんですか、それはもう小学生とか、5歳の吉祥寺、4歳の吉祥寺時代に当時ウルトラマンの怪獣図鑑を買ってもらってそれを熟読してた自分っていうのがいますし、小学校3年生の時には恐竜に関心を持ったんで近所の書籍に置かれている恐竜図鑑は全部購入し、4年生の時には昆虫とかに関心を持ったんで昆虫図鑑を全部購入して読むっていう、これって変わってないなと思いました。そっか、全部知りたくなる、なんですかね、全部知りたくなる、いや面白い、でその今度は全部とにかくもう学問的な体系でやっぱりその探究って蓄積とそこに自分なりの創造性を加えた新しい知見を加えるっていうのが、これが学問への貢献だと思うんですよね。そうなった時に最初のプロセスはやっぱ全部網羅しないといけないんですよ。できる限りできるだけ全部知ろうとして、何の研究がまだ行われていないのかとか何に着目されていないのかっていうのをやっぱ明らかにするプロセス、それこそ論文書くときには最初にリテラチャーレビューっていうのを、文献調査、先行研究を書くっていうのはまさにそこで、そうですね、先行研究見たけどここはまだ研究されてないから私はこれについて今から書いていきますとか研究しましたってことを示す、で多分この学術を全部買うっていうのはそのプロセスをやっぱやってるし、ちっちゃい頃からやっぱそれをやってたんですよね。いやー面白いですね、でもそれってやっぱりこうどこかに貢献できるかもっていう可能性が芽生えたからまた意欲熱量も高まってるわけですよね。その文献調査の段階で、あこれもう他の人が研究してたやってなったら意気消沈するはずですもんね。普通は宇田さん、これがね2つあるんですよ。お2つがあるのが、はい、利他的な面と究極的な利他と究極的な利己っていうのがあって、一つは研究が確かに何かの役に立ったら嬉しいなって思う自分がいる一方で、何にも役に立たなくても OK っていう自分がいるんですよ。だって好きだもんその対象がっていう、なんか嘘くさくないですか。自分の研究が社会の役に立つって確かに役に立てば素晴らしいけど、お前の本当の心の内見せてみろよと、その研究分野が純粋に好きなんじゃないのかっていう、で私はやっぱどっちも含まれてるんですね。でその両方が重なった時に、究極的な利己と究極的な利他が重なった時に爆発的なエネルギーが私は生まれるっていうふうに思う。今のすげえ、なるほど、そうです、やっぱり私はそうですね。だからそこも嘘はつけないです。役に立ってほしいという願いもあるけれども、同時にそれが本当に心底大事だと思うし面白いと思うし好きだと思う。で今度逆にいけば、本当に心底それが好きなんだけど、それがやっぱり何かの役に立ってほしいっていう思いも持ってる自分もいる。片っぽじゃ私は嘘つきだと思います、はい、嘘つきだし未熟者だと思います。お未熟者ってのはなかなか僕に思いません。自分のために研究するとか自分が好きで研究するなんて利己的産物じゃないですか。はいはい、未熟ですよそれは。心が一歩社会の役に立つ、それ確かに素晴らしいけど、本当は自分が別のものに研究したいという思いがあったら、それはライアーですよ、嘘つきですよ。だから私は嘘つきにも未熟者にもなりたくはないんですよね。そっか、内側にも外側にも矢印が向いてる状態がいいわけですね。多分その均衡状態というか、そのどちらの張力があって初めてパーンって飛べるんだと思います。うわ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 、糸があった時に、あるいはゴムがあった時に、左に利己的な曲、右に利他的な曲ってあった時に、利他と利己のどっちかを弾いてた場合にはゴムなんて伸ばせないんですよ、はい、両方あって伸ばした時に弾けた瞬間に新しい発見や社会の貢献や自分の探求心を満たしてもらえるような何かが生まれるんじゃないかなっていうのが今のちょっと私が考えてることですかね。うわ面白い先生。そしたらその利己的、その純粋な利己的の部分とこれがどうやって他者に貢献できるかって、この2点についてのトピックってどうでしょうか。もちろんです。どうして先生が、このまずじゃあ利己的な部分に対してこのなんか純粋な好奇心興味が湧いてしまうのか。まあでもこれはもうお聞きした、まだお聞きできていない部分があるとすればっていうところでお伺いしたいんですが。
渡さん、ありがとうございます。まあ、問いをしっかりいろいろ考えながら私の熱量を妨害しないように今いろいろと考えてらっしゃる姿が伝わって嬉しく思います。ちょっと今のところまだ私問いがピンときてないんで、ちょっと教えてもらっていいですか。あ、そうですね。まあ、先生がこうまずこう純粋な理子としての先生の自分自身に向けた矢印の部分として、まあ、この意識の高次元っていうところにこう到達できる可能性がこのサイケデリクス研究によってあるというところですよね。そして またはこう自分自身まだ治癒できてないところもこのサイケデリクスというものがあって治癒変容に一役を買ってくれるかもしれないっていうご関心があるのかなと思ったんですが、なるほど、なるほど。それ以外またはもっとそれについて深く何かお話があればなと思ってます。あ、大事ですね。そこは一つ今大事なポイントがあって、確かに例えばサイケデリクスいろんなタイプ論があるということはまずちゃんと押さえないといけなくて、いろんな種類がある中で、はい、確かにこの神秘体験をもたらしてくれるようなもの、超越体験、高次元の体験をもたらしてくれるものがまずありますよと。それはまあ大きく分けると、はい、白蜂のマッシュルーム、うん、LSD、 それから、うん、アヤワスカっていう飲み物、そしてまあそれ以外に含まれている DMT っていうものですね、まあ、合計4つぐらいある、はい、MDMA とかはこれはないんですよ、うん、おー、なるほど。これは単にそのイモーショナル、感情面で親近感が湧いたりする、うん、身体作用があるんですね。なので通常神秘体験、宗教体験と言われたのは大きく4つぐらいなわけなんですよ、うん、で私はここで伝えたいのは、別に神秘体験をすることそのものとか、うん、高次元の意識体験をすることそのものにはあまり価値を 見出してないんですね。それは昔の私だったらば、はい、特に最初に体験した時にはそれにすごく価値を見出してたし、面白いなっていうふうに思ってました、はい、うん、で今私が伝えたいのはそういうところよりもむしろかなり学問的な研究において意識とは何ぞやですよ。そもそも創造主が人間に意識を、ね、こう与えた理由は分かりません。なぜ Y を問うってことはこれは難しいわけで、少なくとも私が知りたいのは意識の性質について、それをサイケデリックスの体験を通じてもっと深く知りたいっていうのが意識研究にありますし、うん、脳っていうのも単に神経科学の FMRI とか EEG を使ってるだけじゃ全く分かんないんですよね、うん、でこうしたサイケデリックスを通じた体験をの中で生じる脳の各種いろんな現象、こうしたことを見ていくことによって、つまり私はまず人間についてすごく知りたいっていう側面がこうあると。そうか。でさらには今度は人間と自然との関係、文化、制度との関係を見ていきたいっていうこう思いがあるんですよね。なのでここは誤解がないように言うと、確かにサイケデリクスに、ある種のサイケデリクスはトランスパーソナル体験、非人間の体験をもたらしてくれるかもしれない。しかしさっきヒューストン・スミスとアラン・ワッツの警告を述べたように、そうした体験を求めているだけじゃやっぱりこれも相当利己的だし未熟な発想だと思うんですね。はい。私が伝えたいのはまさに四象限的な探求をしていきたいという思いが今強くある。これはちょっとお伝えしたいと思いますね、うん、ありがとうございます。なるほど。逆に言えばこのサイケデリクス以外での、まあ、脳の研究、人間の研究とはもう、まあ、尽きることはないんでしょうけど、大体分かってきている時代と言えるんでしょうか。いや、脳です。唯一このサイケデリクス 100% 脳です。脳ですね。 100% 脳。なぜかっていうと、うん、ウィルバーが述べているようにデプスとスパンは無限だからです。このリアリティにおける幅と深さは無限なんで、哲学、科学、神学、ありとあらゆる学問がどれだけ発達しようが未知なものがあるんですよ。じゃないと学問が消滅してしまいます。必ずどこまで行ってもわからないことたくさんあるんですよ。つまり人間の知識、方法論というのはリアリティよりも常に劣後してるんですよね。だから脳科学においても当然いろんなものは分かってくるけど、分からないことはずっと依然として残っていくはずです、はい、なるほどな。はい。私はそうした形で謙虚な姿勢はずっと持っておきたいなというふうに思います。何か全てが分かったっていうようなことはもう間違っても言えないです。インテグラルを学んでたら、うん、なるほどですね、うん、まあ、サイケデリクスの部分が今の現代科学で解き明かされているものの数が少ないというのは言えそうですかね。それは本当にイエスだと思いますね。うーん、サイケデリクスの体験というのはやっぱりとにもかくにも左証言のところにかなり特殊性を帯びてるんですよね。宗教体験を含めて、はい、中にはね、さらにトランスパーソナルというよりもトランスパーソナル心理学というよりもパラサイコロジーの研究、超心理学の研究で、
扱われているぐらい宇宙人との遭遇等も含めた、うん、そういう体験とかもする人っているんですよ。そうなってくるとなおさら右証言の科学の方法論ではなかなか難しい、解明できないところというのは多々あるでしょうね。そうか、うん、なるほどですね、うん、そうでしょうね、うんうん、渡辺さんが多分手元のメモを見ながらだんまりしてるんじゃないかなと。あ、今も天を見てました。天を見てた。天井を、はい、すごい。あ、私はちょっと夏木の様子を見ないとね、水湿らせない夏木の様子を見てましたいやー、これね本当に不思議ですよね。こういうものが、だって言ってみれば白しべなんて単なるキノコですよ、うん、こんなものが地球上に生えてるっていうことがすごいですよね。はい、そうで、これがね、そうだから、やっぱテレンス・マッケナの面白いストーン・エイプ・ハイポセシスっていうねものがあるように、つまりあの白シビのキノコって大陸だったら、まあ、どこにもあって日本にも当然あるんですよね、うん、ここはまさにその今昔物語とかの話でね、ちょっと話しましたけど、今昔物語紐解けば、ね、舞茸を食べて踊ってる記述があって、これ舞茸じゃないんですよ、うん、厳密にいけばマジックマッシュルームの一つの笑い竹なんじゃないかっていう説が強く、で、はいはい、日本はその他にもベニデング竹っていうような原核成分白シビ含むものがこうあって、うん、その他にもですね、あのいくつかこうあるわけですよ、ね、2005年にね小泉政権の時にはあの内閣首相官邸の中庭にマジックマッシュルームが生えてたんですね、偶然ね。ほう、であの小泉さんがインタビュー答えててましてね、え、日本の、はい、日本の東京にもこんなキノコがあるのかってね、日陰しびれ竹です、確か。ほうほうほう、インタビューで笑いながら答えてて、じゃあちょっと調べてみるかみたいなことを言ってたのが2005年の秋ですよ、記憶に新しいですよ。へー、でこのように各大陸にあるんだけど、やっぱアフリカの方に結構白シビン入りのキノコっていうのがある、多く生息しているらしいっていうのは結構今金学者たちの今共通見解で、でその時にテレンス・マッケイルの述べたストーン・エイプ・セオリーっていうのは、類人猿たちがこうしたキノコを、キノコって実はテクノロジーが発達しなくても積んで食べればいいだけなんで得やすかったんでしょうね。でそこら辺に生えてるマジックマッシュルームを食べて脳の組成を変えていく、うん、地道な歩みを経て知性を獲得した、言語を獲得したんじゃないかっていう説ですね。これ仮説です。それあるな。だって人類誕生もアフリカの方からですよね。そうです、アウストラロプテクスのね。そうだから私は結構その仮説は、まあ、検証どういうふうにするかはね難しいかもしれないけど、ね、ありえるなというふうに思います、うん、あの体験、ああいう体験をすると、あの白シビンの体験をすると本当に脳が再プログラミングされるんですよね。うんうんうん、そうですね。またさらにはあのアヤワスカとかもねちょっと紹介した話、これってアメリカにおいてはアヤワスカっていうのは、合法と違法のグレーゾーンなんですね。さあ、アメリカによって州によってってことですか？州、いや州じゃない、これも全土です。なんでそうなってるかっていうと、うん、アメリカにおいては宗教目的であればこうした高精神性のサイケデリックを摂取していいってなってるんですよ。宗教目的だったらということは宗教団体は入手していいし使っていいんですね、所持していいし使っていい。で、アヤワスカっていうのはブラジル土着のセント・ダイミー教っていうキリスト教が使ってるものなんですよ。で、私がさっき紹介したプラセンテはセント・ダイミー教に入ってて、うん、でセント・ダイミー教に私はそのボスにお願いして摂取してもらったって。めちゃくちゃ面白いですよ、この土着の信仰宗教。日本だったら信仰宗教とか宗教そのものもシャドウになってると思うんですよ。確かに、ね、統一教会の問題とかで去年あたり相当嵐吹き荒れたと思いますけど、で、あのセント・ダイミー教すごく面白いのは勧誘とか一切何もないんですよね、はい、私は正直相当驚きました。信仰宗教って知ったの後からなんですよ、うん、へえ、逆のパターンもあるんですね。サウサリートの会場を着いた時にジェレルっていう、うん、あの教団そこの支部の偉い人彼に電話していろいろコンサルテーションを受けて行った時に、うんうんうん、今からワークショップしますっていうね、宗教儀式しますって言って、なんかみんな白い服に着替えるんですよ、上下、はい、なんだと思って、はい、一応ジェレル私に持ってきてって言ってたの、白い服、うんうん、理由としては邪気を払うっていうね、黒だと邪気がたまる、白だったら邪気がたまらないから、う
こういう神聖な飲み物を飲むときには邪気がたまらないように白い上下を着てきてくれって言われたんですね。着てきて持ってきてくれと、うん、で全員そこで白い服に着替えるんですよ。ほう、まあ、ちょっと不思議な光景ですよね。そうですね、うん、で、まあ、その体験をしてその後ぐらいに JFK でその当時担当教官だったポレッティっていうイタリア系アメリカ人の教授にアヤワスカの体験を話したときに、うん、アヤワスカのその飲める合法的に飲めるセントダイミー教がっていう宗教だったってこと初めてそこで知ったんですよね。そこでか。そう。でそれ以降もセントダイミー教アメリカにいる4年間の間には合計5回ほど飲んでて、全部セントダイミー系でしたね。へ、うん、白い服に着替えるんですよ。うん。でセントダイミー教を通じて、あ、ブラジル土着の新興宗教面白いなと思って、今日も今朝方あれですよ、このセントダイミー教に関してのあのアメリカの宗教学者の、教授の学術を読んでて改めて面白いなというふうに思いました、うん、ポルトガル語で歌を歌ったりするんですよね。へえ、なんでだろう、ブラジルかな、うんうんうん、ブラジルの土着の宗教だから。ほほほ。でこれもやっぱりアヤワスカっていう植物すごいっすよ。あのアマゾンに生息してる木って何本か私は知りませんけど、はい、10万本ぐらいあるでしょうね、未開の未知のものも含めたら、うん、もっとかもしれない。で2つの植物を掛け合わせて初めて精神的な旅に出かけられる、ジャーニーないしはトリップに出かけられるアヤワスカって飲むのができるんですよ。10万コンビネーション C って中学校中2のあの数学思い出したらやばいですよ。 10C2 って10万コンビネーション C の組み合わせってやばくないですか。これ本当に H ですね。いや H だと思いますよ本当に。で、まあ、アヤワスカ最初の飲んだ時の、やっぱりこれ衝撃すぎたんで、まあ一応そのあたりの映画については、あの、いい映画がありますよ。ぜひ教えてください。コロンビアの監督の、あの、シーロ・ゲイラ監督っていう方が作った、さまよえる川っていういい映画ですね。これ U-NEXT 上では無料で見れましたし、ネットフリックスで見えるのかな、さまよえる川。ここで出てくる、カーピって呼ばれる飲み物。これはきっと私からするともうアヤワスカのことですね、カーピはね。うん、うんうんうん、これはねすごいドキュメンタリーチックな映画でいい映画でしたよ。これは、あ、そうですか。プライムでも、ね、チェックしてみます。うんうん、さあ迷えるかね。そうそうそう、はいはい、うん、2015年のカンヌ国際映画賞最高賞受賞の作品ですね。そう、おお、すごい、うんうん、そういうとこまで、うん、うん、これはねいい作品でしたね。うん、まあ、なかなか解釈するの難しいかもしれないけど、知識とかがちょっと、ああ、そっか、うん、そうですね。これ見るときに必要最低限これあったらいいなっていう知識ってどんなものになりそうですか。やっぱりそれは今述べたようなアヤバスカっていうものが存在してるっていうことかな。確かに、そうですね。そう、そういう飲み物が、はい、まあ、あのアマゾンにこうあって、で今、うんうん、まあ、欧米の人たちがこうした体験を求めてアマゾンにアヤワスカを飲みに出かけるツアーとかが組まれてるっていう情報とかも、ツアリズムとの関係、面白い、ここの関係で見ていくっていうことも大きいかもしれないですね。なるほど、ね、そうですね、うん、そうなんですよ。アヤワスカ、これなんでこんなものを人類はどんどん手放してしまったのかっていうと、このまたニクソン大統領時代っていうことに起因するんですかね。それまでは豊かな経験として人間はよく享受してたんですか、これらは。これがね、いや、あの文献調査したらやっぱりグッドクエスチョンで、ニクソンっていうのは私は氷山の一角だと思います。もちろん大きな影響を与えたけど、やっぱり、はあ、あの見てると、その例えば宗教界においてもこういう体験をしてしまうと、下手をするとその宗教者を超えるような霊的認識とかを持ってしまった場合には罰が悪いんですよ、上層部は。なので各ところでこうしたものをどんどん隠していくっていう密教が起きてったんじゃないかなっていうのが一つあるし、もう一つは現代の文明においてよりサイエンティフィックなとかね、産業時代科学的なマインドが入ってきた時に、こうした目には見えない世界について扱うことっていうのが難しくなってしまったっていう文明的なシャドウ、こっちは結構そっちの方が大きいかもしれないですね。なるほど、うん、まさにあのエドワード・サイドが述べているようなオリエンタリズム的なこう発想で、あの西洋文明主義、はい、つまりこうしたアマゾンとかが未開な地で、未開な地で飲まれているものは悪しきもの、まあ、
未熟なものだっていうような観点とかが持ち込まれてしまっているような可能性とかもやっぱありますよね。宗教儀式、呪術儀式で使われますから。そうか。うん。はいはいはい。うん、そのあたりやっぱ、まあ、一番大きいかな。うん。そうそうそう。そっか、人類、うん、確かにな、未開の地のものは、文明として古いもの、まあ、なんか弱いものっていうなんか認識に、なんか陥ってしまいそうですね。そうですね、やっぱそれは何か、ね、進んでないとか、うんうんうん。でもこれこそウィルバーが述べてるような、シャーマニックな段階とか含めて、やっぱ各段階には価値があって、まさにこうしたね、うん、アヤワスカとかはその最たるもんですよね、シャーマニック段階の英知ですよ。そっか。その段階のいいところもやっぱあるわけですよね。各段階が生み出す4象限的な産物というものを考えてみたときに、私はシャーマンの世界の人たちが何万年何十万年前の人か知りませんけれども、こうしたものを見つけて配合したっていう、そのサイコスピリチュアルテクノロジーを作ったっていうことそのものがシャーマニック段階における一つの価値だっていうふうに私は見てます。いや面白い、これ先生なんだか原霊学が生まれた話となんか今通じるような気がしたんですけど、これなんでだろう。原霊、その原霊学が生まれた段階っていうのは、うんうん、なんていうんですかね、きっと発達段階としてはすごい高次元なのかどうかってこう疑問っていうのがゼミの中にも出てきたと思うんですけど、ただそうは言ってもその段階でだったとしても、なんかきっと英知があるんじゃないかっていう姿勢でそういった物事を見ようとするあり方っていうのは大事なような気がします。そうですね、やっぱりどの発達段階に生まれた云々で、やっぱりそのものの深層的な意味とか価値とかを考えていくこと、考察していくこと、探求していくことっていうのはやっぱりどんなものでも大事なんじゃないかなっていうふうに思っていて、原霊学に関してはもしかしたらこうシャーマニズム的な発達段階と本当の意味で高次元の発達段階がミックスされている可能性もやっぱあるんですよね。うん、うんうんうん、そっか、うん、そうですね、まあ、なんでなるほど、ありがとうございます。そうか、まず一つかな、そうですね、うんうん、これでも映画を見たらまた何かこう一つ解釈が生まれそうですね。なんかまだこう、うん、自分から湧き出たイメージっていうのがない状態だと、うん、なんかこうやっぱ捉えどころがないですね、こう知識が乏しいと。ああそうですね、うんうん、まあでもこうしたそのサイケデリックに関して結構いろいろ分かる作品はいろいろありますよね、まあ、ドキュメンタリーそのうちの一つが先生とっていうことですか。あすいません、なんとおっしゃいました。あのネットフィックスであの先生がおすすめ の, あのセンス8ですかね。あセンス8もそうですね。いやまさにセンス8はすごい、うん、これはまた面白いですね。センス8で扱われているのは今述べたアヤワスカの中に含まれている DMT、うん、トリプチ、ちょっと待ってですね、日本語で何て言うんだったっけな、あディメティルトリプタミンか、 DMT ね。そう、その成分をこれ吸引系なんですけども、主人公たちが吸うんですね、登場人物たちが、うんうん、あそこで添えてるものは DMT と呼ばれるものです。へえ、うん、そうで、この DMT っていうのは何ぞやっていうことも知識がないとセンス8っていうものはやっぱ紐解けないでしょうし、もっと言えばセンス8の作者ってウィルバーとも親交のあるマトリックスを作ったねウォシャフスキー姉妹じゃないですか。じゃあウォシャフスキー姉妹がどんな意識探求の思想家に立脚してるのかって知らないと理解できなくて、それこそウィルバーのインテグラル思想だけじゃなくて、むしろこの先生との作品を見ていただくと分かるのはスタニスラフ・グロフの BPM モデルですね、さらにはコークスモデルっていうモデルが使われているっていうこと、この BPM モデルとコークスモデルが何かっていうのは分からないとこの作品は結構紐解けないんじゃないかなってのは私が思います。なるほど、うん、これ先生どうですか、ざっとでもこうお聞き、僕みたいな素人でもこの BPM とコークスモデルっていうのを何かこう理解する、なんていうんですかね、はしご渡しみたいなことをちょっと、もちろん何かでいただけないですか。あ、行きましょう行きましょう。ではそれでは、この作品いろいろサイケデリックスに関してとか政治とかね、セクシャリティについても考えさせてくれるすごくいい作品で、ネットフリックスから見れるんですね。で、今述べたように DMT だけじゃなくて、先ほども紹介した通称エクスタシーと呼ばれる MDMA も第10話で話出てくるんですよ。で、こうしたサイケデリックスに関して、それなんだろうなっていうことを調べるきっかけにもなると思います。
で、うんうん、特に、まあ、ちょっとネタバレになりますけど、第10話の後半でかなり印象的かつ感動的なシーンがあって、8人の登場人物たち、これが、はい、あのヒューマンセンシエントだったかな、あ、ホモセンシエント、ホモサピエンスじゃないんですよ。同じ人間の姿なんだけど、知性として特殊能力を持ってるんですね。それはテレパシーを通じて感じ合うことができる、はいはい、話したり、うん、場所も移動したりすることができるって特殊能力を持ってるんですよ、知覚上、うん、センス8の8はこの8人の登場人物のことを指してますと、はい、うん、でその中で第10話が登場人物たちがあるオーケストラ、コンサート会場に一堂に会する場面が描かれていて、はい、まさにあのベートーベンのあれはね何番だったかな、ピアノ協奏曲第5番ですね、通称皇帝、うん、確かこれナポレオンに送ろうとして、うん、ナポレオンがねフランスの皇帝になったのを聞いて激怒してベートーベンがあの破り捨てたって有名な曲ですよね。へえ。応援してたのにお前フランスの皇帝なんかになりやがって、なんか一番偉くなりやがってみたいなね、うん、でも一応皇帝っていう別称がついてるやつですね。で登場人物たちはこのピアノコンチェルトの5番聴きながら涙流すんですよ。でこの時にフラッシュバック的に一人の登場人物たちが自分の生まれた時の赤ちゃんのお母さんのお腹から出てくるシーンを想起させるんですね。ほう。ピョートルさん、そのシーンとか見たらどんな感想を思い持ちます？自分が生まれる時、母体の中みたいな、そういうことですか？交響曲じゃない、協奏曲第5番を聴きながら登場人物たちが感極まって涙流しながら、うん、お母さんのお腹から生まれた瞬間について思い出しているとき、そういうシーンが描かれているときに、視聴者として私たちはその場面見て、その映像見て何を考えます？何を思います？それ何を意味してるかって分かりますか？分からんな、なんだ？その通り、その通り、分かんないはずです。うん、そう、分かりようがないと思います。何描いてるこれっていうのが合ってます。はい、それでいいといいと思います。分かるはずがないですよ。だってそこにこそグロフの BPM モデルの着想が入ってるから。なんてこった、うん、そういうことですか。そうです、BPM モデルっていうのはこれは端的にはですね、なんで紹介したら一番分かりやすいかな、まあ、日本語で紹介、あ、英語でまず紹介すると、BPM っていうのが何の略称かっていうと Basic Perinatal Matrix っていう訳なんですね。Basic Perinatal Matrix、 Perinatal っていうのは生まれる前みたいな。でこれ何を意味してるかっていうと、BPM っていうのはある意味私たちのトラウマ形成の発達モデルで、私たち赤ちゃんが解体する瞬間ってあるじゃないですか、お母さんの中で精子と卵子が出会って、はい、で人間の形、形作られた、これが BPM のフェーズ1って呼ばれるものなんですね。お母さんのお腹の中で安全な場、うん、この時胎児である私たちは何を感じてたかと、安心でしょうね、安全でしょうね、うん、一方 BPM のフェーズ2に来ると何が起こるかっていうと、子宮の伸縮が始まり始めて、はい、お腹の中にいる私たちが苦しみ出すんですよ。ほう。でこの例えば BPM2 のところの体験っていうのが渡さんも持ってるんですよ、私も持ってるんですよ。でも気づきようがないですよ、生まれる前だから。そうですね。でも持ってるんですよ、はい、でこれは基本的に渡さんがもしサイケデリックセラピーやスタニスラフ・グロフが開発したホロトロピックブレスワークや対抗催眠等を通じて治癒してなかったら、そのトラウマで残り続けてるんですよ。なるほどね。で BPM3 は何かっていうと、今度はもう子宮が伸縮していよいよ出てくるぞっていうところ、うん、頭が出るっていうね、そこの苦しみ、もう窒息寸前、死が目の前に迫ってる。つまり BPM2 と BPM3 では一番トラウマを体験しやすいんですよ。で BPM4、 これが最後、お母さんのお腹から無事に出たっていうね、これが第10話の後半で描かれてるんですよ。生まれる苦しみが描かれていて、そしてどっかで紹介しましたね、何を紹介したかというと、トンネルのメタファー紹介したと思います。トンネルを抜けて光のっていうメタファーが10話の後半にも出てくる、はい、まさにトンネルっていうのは子宮を表していて、子宮の外の光っていうのが外の世界ですよ。そこにこう無事に登場人物たちが出た時の恍惚感、解放感、それが10話の後半で描かれてるんですね。すげえ。だからこの主人公たちは出産に伴う、まあ、私たち全員ですけどもトラウマを経験してて、そのトラウマの癒しの経験を、まあ、こう協奏曲5番聴きながら治癒を得てたんですね。でもちろんその10話までのいろんなプロセスで治癒が進んでった。
カタルシスの境地が10話の後半で描かれているっていうね。はいはい。これはすごかったです。いや、その前知識あるとなんだか、そうか。いや、これはますますちょっと見たくなってきましたね。そうですね。今1話で止まってるんで。うん、これ、いや、渡辺さんの気持ちわかります。難しいですよ。私も1話見たときに、うん、やっぱこれは知識とかないと何が書かれてるかわかんないですよね。そうか。マトリックスもね、多分当時出たときには、哲学的な知識とかないと何の世界っていうね、コンピューターサイエンスと哲学の知識ないとなんだこれってなってたと思うんですよ。いや、そう、僕最初見た時さっぱり分かんなかったですもん。いや、私もだってお互い中学校とかでしょ、分かんないですよね、中小中。そうですよね、きっと。うんうんうん、もうさっぱり、あの、もう、うわー、鉄砲、あの、避けた避けたって、もうあそこだけですよあの、いわゆるマトリックスのポーズした時だけ、ああ、もうこの映画見終わったって感じでした。なるほどね。まあ確かにね、あそこ印象的ですもんね、うん、確かにな。そっか、それが BPM モデルか。そうそうそう、これは面白いな。でも、もう一つ述べたコークスっていうのが何かっていうと、うんうん、まあこれは結構、あの、はい、コークスは何て訳してたかな、Systems of Condensed Experience だったかな。つまり、こうしたトラウマ、うん、出産に伴うコンデンスっていうのが密集したとか密になったって意味なんですね。で、はい、密になった経験がシステム化されてトラウマになっているっていう意味です。ははは。だから各フェーズ、特にフェーズ2と3かな。BPM の2と3でこのトラウマ体験が蓄積しやすい、密集しやすい、うん、コンデンスって、コンデンス IELTS でも出ます。うん、要チェックなんですね。コンデンス。要チェックですね。要チェックの体験を、まあ、あの、コークスっていうふうに呼ぶわけですね。そうなんですよ。これはね、きっと、まあ、先生とね、見てる方たちも多いかもしれないですけど、オシャウスキー姉妹が作ったっていうことでね。ただ、まあ、グロフのモデル知らないとちょっと難しいでしょうね。あとは、ウィルバーのインテグラル論とか、ちょっと知らないと難しいかもしれないな。そうか、うん、うん、まあでも特にグロフだね。だってこれマトリックスでもなんかこの今の話出てくるじゃないですか、うん、あのネオが誕生するときとかグワーって感じで出てくるとか、うん、はい、やっぱあれは結構あの子宮モデル、このね、あの BPM モデルやっぱ使われてますよね、トラウマのもの。そうか、うんうん、ですね。で、そしてもし余力があればネットフリックスで見ていただきたいのは、まさにさ本編で60周年といったティモシー・リアリーはもう亡くなってますけれども、ティモシー・リアリーと同じ時代に一緒に研究してたリチャード・アルパートですね、彼のドキュメンタリー30分ぐらいのものがあって、これがまたいいドキュメンタリーだった。それたった30分なんですけど、ラムダス・ゴーイング・ホームっていう2017年のドキュメンタリーです。これがね、リチャード・アルパートが、まあ、グルの名前を取ってラムダスっていう名称にお名乗り始めて、まあこれ最後晩年のラムダス、美しいインドのどっかの島ですね、そこで生活して、はい、彼がどんな風な生活をしているかとか、最後の言葉とか、まあ自然の美しさの中で、うん、あの彼が残す言葉は結構あの傾聴に値するかなというふうに思いましたね。これちょっと日本語で。そうですか、うん、これはね30分ぐらいですけど、いいドキュメンタリーでした。ははラムダス、彼もハーバード出身の研究者ですね。あ、そうなんですね。じゃあ先生、ここからもう一回、これからの先生の実際の取り組みっていうことにまた話をちょっと戻ってお聞きできればと思うんですけど。もちろんです。じゃあ今の、じゃあ例えば、うんうん、あ、すみません、今ラムダス見たらありました、日本語でもね。ラムダス最後を生きるですね、うん、ラムダス最後、最後を生きる、まあ、最後っていうのは最もの木、期日の木ですね、最後を生きる、うんうんうん、ちょっと皆さん見てみてください。はい、では渡さん、ありがとうございます。今日なんか全部本編も振り返りも私の回になってる、初めての。いいのかな、こんな感じで。全く問題ないと思います。いや、もうこれがなんかあるべきラジオのフリースタイルかと思いますね。もうこれは通称あの渡るラジオって呼ばれてるぐらいね、渡さんを主人公にしないといけなかったはずなのに、今日ちょっとじゃあ渡るんクエストお休みということですかね。いやいや、まあまあ必要な休息、もういつでも休息ですね、うん。これじゃあ先生、じゃあね、先生の時間だ、今から午後のもう2時3時になるんですかね、これから。あ、今どうですか、音声入ってますか。あら、今音声いかがでしょうか。音声聞こえますよ。あ、今聞こえました。あ、よかったです。すいません、はい、ちょっと今水、うん、
今ももしかしたら入ってないかも。あ、今入ってませんか。あ、いや、あ、今聞こえました。バッチリです。今2時45分ですってお伝えした。あ、そうか。はい。あ、なるほど。じゃあこれからじゃあ先生がね、この収録が終わって、じゃあ実際の何ですかね、行動としてというか取り組みとしてはどんなところをこうこれからスタートしていくんでしょうか。もうこれこそ地道ですよ。もうあの人が見ていようが、何があろうが、どこにいようが、何をしようが、バリクソに本を読み続けるってことです。論文と本を。これはね、めちゃくちゃ地道な作業です。で、今、ちょうどあの、サイケデリックリサーチノートっていうのを、あの、私、Mac ユーザーで、ページーズ作って、これで英語のタイトルとか、もう論文書けるように、もう本当に学術とライティングスタイルで全部今、英語でメモを残していってます。これをもうずっとずっとやり続ける感じでしょうね。まずは、うん、これじゃあ今から本当こもる時期ですね、時間ですね。そうですね、確かに。まあ、同時にこもりながらも、まあ日々の実践というのがありがたいことにね、結構ジムに出かけるとか、こういう外に出かけていくことは当然ありますし、うん、またね、10月末11月の初めにね、ハーバード訪問とかも含めて、まあ、対外的な活動は当然あるんで。でも結局12年間そんな感じですよ、私の。私も印象的だったのが、あの皆さんコロナになってね、なんかズームで仕事とかしてたと思うんですけど、私はコロナになるもう何年前、5、6年前から同じような生活ずっとしてましたからね。一人コロナ生活何年してんだって話ですよ。まあ、大して変わらなかったですよ。そうそう、だってアメリカ、ヨーロッパにいたら仕事は絶対スカイプとかズームになってたから、あとアドビコネクトっていうのを昔使ってたんで、そうそう、はいはい、もう、うん、変わんないですね、生活はね、うん、そっか。でもやっぱり書籍読んで考えまとめて、それが発表できる風に準備しておくってことか。そうですね。今ありがたいことにこの渡さんとのコラボラジオもあるし、毎週土曜日行っている加藤ゼミの方で、私が毎日毎日結構ね、書くだけじゃなくて音声で研究成果をちょっと紹介してるっていうね、一番何でしょう、うん、ま、あの熱量がある時の、うん、あまり考えとしては煮詰まってないかもしれないけども、とにかく言葉にしておく時には、うんうん、そうした音声化ですかね、これはやってますかね、うん、いやーでもあれ本当にこうありがたいというか、こう元気が出ますね。あのこれリスナーの皆さんにも本当 お知らせというか、なんか どういうふうにこう僕が加藤先生のその、まあ、ゼミから元気をもらってるかっていう、本当ですか。元気をもらってなんか嬉しいな、その言葉。いやもう間違いなくここですね、多分。まあ、そこが最もなんか僕の中でこう大切というか大事にしてる感覚かなというふうに思うんですが、うんうん、なんか勝手に一緒に頑張ってる人というふうにこう僕は捉えさせてもらってるので、お、そっか、加藤先生も頑張ってるけん俺もアイエルツするか、うん、これ明日でいいからいいっすね、ってなってます。素晴らしい、素晴らしいな。いや今ちょっとあの、うん、あ、どうぞどうぞ。あ、そうそう。で、じゃあ実際その1週間に1回ですね、こう日本時間の土曜日の5時から6時半、7時という時間で開催する集団の、まあ、ミーティングというか、ゼミがあるんですが、それとは別に、音声ファイルやテレビ、動画コンテンツ、またはこう文章での、なんですかね、まあ、データっていうのをどんどん反映してくれて、で、それを見るという時間があるっていうことをですね、まあ、ちょっと一旦どこかで共有できればなと思ってたので、今ちょっと伝えたんですが、そうそう、それからも、元気をもらってるって。いや嬉しいな、なんかそれはそういう風に役に立ってるっていうのはちょっとね、私は一番こうありがたいですね。純粋にこう音声とかを作ったりね、これもしかしたら利己的な感じかもしれないけど、それがこうね、何か少しでもお役に立ってる、ゼミのメンバーの皆さんに役に立ってるんだったら、すごく利他的なところで嬉しいなって今思ったんで、渡さんがね、うん、元気を得てるっていうね、これあれですか、かけてます、うん、あの元気があれば何でもできるとかけてるのかなと思ってかけてましたよ、もちろん。いやなんかそれとかけてんのかなってね。いやここがなんか元気になる、ここ、え、ここそこ、あそこ、え、あ、どこが元気なんだろうって気になるのがあのなんかパンプしてんのかなって、ちょっとそういうこういろんなことも考えてしまいましたが、そうそうそう、まあ夜ですからね。いいですね、でもいやいや知的パンプですね、いいですね、知的パンプ、知的パンプ、わあすいません、そうです、いや知的パンプ、スピリチュアルパンプですよ、うん、スピリチュアル実存的にパンプしてね、そうそうそう、いや嬉しいな。でもやっぱそれをなんか渡さんがまたご自身の分野学習実践に落とし込んでもらってると、また私にもそれは励ましをもらえるんですよね。あ、でここからアイルツ、いつですか渡さん、アイルツ、明日、明後日、
もう明日ですね、明日の9時半に会場集合で。朝9時半そう。で、午後の2時半からスピーキングのテストですかね。なんか午前と午後、すごい時間が別なんですよね。うん、そうそう。会場ちなみにちょっと言える範囲で、東京のどこのあたりですか？あ、東京、東新宿とかだったような、東新宿ちょっと詳しく。9時半、いよいよ。ちょっと今、残り、まあ今45分こう経ちましたんで、まあ最後少しここからは渡さんの話も最後ちょっとアイレツに向けての元気をもらったの意気込みってちょっと聞きたいんですよね。意気込みか。うん、いやまあでも本当はやっぱりこう僕自身なんでまあ結局ですね、まあ総じて言えば全然これまで勉強やっぱできてなかったんですよ、英語の勉強。うんうん、でそれなんでかなって思ったら、これだけこう自分のこれからの人生を変えてくれるような切符を手にするものなのに、なんでこのモチベーションが上がってないのかなと思ったら、やっぱりこう自分の現在地を知らなかったからだなと思ったんです。なるほど、うん、英語力という現在地、うんうん、これどのくらい話せるのか、どのくらい書けるのか、喋れるのか、聞けるのか、やっぱり現在地分かって、そこからようやく、まあ、ゴールはもう決まってるわけですね、うんうん、IELTS のスコアで言うと何ぼっていうのがあるんですけど、うん、自分自身の現在地が分かんないから、どのくらいリソースを割けばいいのかっていうのがちょっと見えてなかった。そうね、なるほど、うん、なんでひとまずは見に行くっていう感じですね、明日。あ、いいですね、楽しみだな、うん、いやなんかこうもう当たってくだけの精神ですね。 いやだってもそう、いや僕も世の中世界中の情報を、うん、そう読み解けて、やっぱり自分の考えを発信できるような人になりたいですもん。いや素晴らしいですね。もうその思いがあれば、まあ、最初のスコアの結果がどうであれ、ここからね学習を進めたら必ずそれが実現できるんじゃないかと思ってて、私も最初12年前TOEFL受けた時の、うん、あれは対策ってやっぱほとんどしなくて、で撃沈しましたからね、やっぱね撃沈っていうのは、まあ、現在地を知るって意味だったんで、別に撃沈も何もないですけど、うん、うんうんうん、いやー、IELTSか、いいっすね、楽しみだな。ちょっとまたその感想水曜日あたりにも言ってるだろうし、ね、渡辺さんのゼミの方でも体験記、これがね本当にどれだけ多くの方の役に立つか、うん、それをシェアすることが、そうですね、これ本当に渡辺さんあんまり何も対策してないんですか？まあ対策、まあその試験の、うん、なんですかね、ああなるほどね、こんな風に進むんだと、あなるほどこんな感じでテスト出るんだっていう情報だけですね。おお、ちょっとじゃあそこだけ、明日の9時半なんで、じゃあリーディングってどんな風になってるんでしたっけ？リーディングの実際にやってるのは、うん、どうなんですかね、まあ、問題集があって、あ、うんうん、でそこの中でタスクの読み解き方、うんうん、スキャニングをするのかスキミングをするのかみたいな、そういったまあ単語がペラペラ今めくりながら話してる、うん、そうそうそう何勉強してたっけなって感じですよ、ね、いや今ちょっと聞きたかったのは、うん、ペラペラちょっとめくることをせず、いや各セクション、うん、どういうふうに自分が向けようとしてるのかっていうメタ戦略を聞きたかったんですよ。それだけ聞きたい、うん、それがないと、あ、いいんですよ、現在地を知るっていうのは分かるんだけれども、さすがに何て言ったらいいのかな、ちょっ と, あ, あまりいい例かも、いい例じゃないかもしれませんけど、やっぱりちょっとこう、なんでしょうね、火の中に飛び込んでいく感じというか、あまりにも。なので、やっぱりお金を払って試験を受けている都合上、何かを現在地を知るプラスアルファ、得ることの方が、何かを他に得ることができたらより価値があると思ってて、それは事前に立てた自分の戦略がどこまで通じるのかっていう戦略妥当性とかを検証するように活用するっていうのが私は大事かなと思ってて、そうか、現在地プラスアルファ、じゃあ今リーディングでどんな戦略で向き合おうとしてるのか、3つの問題、時間配分も含めて何分でどこまで通過をしていくっていう想定ですか？リーディング、ちょっと待ってください。リーディングの時間何分やったかな？もうそんなだいぶですね。いいっすね。いいっすね。うん。でもこれはあれだな。渡辺さんの体験を変えてしまうことになりかねないからな。これ話さなかったら、これをね、多分言語化して調べなかったら、まあ、スコアとかも予測ができて、でもこの戦略をちょっと持ってるだけで、もしかしたら 0.5 スコアが変わるかもしれないっていうね。いや、確かにな、変わるな。うん。本当だな、どうしようか、戦略な、そうそうそう、あれ、分量、
ちょっと今日ずっとライティングの戦略はちょっと立ててたんですよ。ライティングちょっと壊滅しそうだなと思って。何しそう？いいですか？あ、壊滅しそうだなと思って。壊滅？ほうほうほう。そう。そもそもどういうふうに書くのかっていう。あ、うんうん、まずなるほどと。その、最初にパラフレーズみたいなことを言って、ボディ1、ボディ2っていうのをやるんだと。うん、で、まあ、そこには20分っていう時間を注ぐ。で、次のタスク2には40分の時間を注ぐ。で、ここでは、タスク1では、もう主観的な意見っていうのは言わなくてよくて、ね、うんうん、タスク2でようやく自分の主観的なものを言うんだ。うんうん、っていうことがようやく作戦として分かった段階ですね。ああ、いいですね、いいですね。うん、そうですね。作戦ないし、まあ、それはルールですね。ルールか。ルールですね。それは、あの、ルールです。サッカーでいうところの、サッカーボール手で触っちゃいけません、スローイン以外はっていう話を今してくれた。いや、でもそうですね。大事です。でも、それを、いや、でもそれ結構馬鹿にならなくて、サッカーボールフィールド上で手に触ったら、あの、反則になるのと同じく、やっぱそれは反則を犯しちゃったら、一気にそこはガク落ちするんで、大事です。意外と馬鹿にならないとこです、今の。大事ですね。だからタスク1で150字、タスク2で250字っていうのをようやく今日頭に入れた段階です。ああ、ここもポイントですね。タスク1はグラフとか表の読み取りで自分の意見を、はい、入れず客観的に記述していくんですよね。グラフからの読み取りを。うんうん、で、150字を切ったらスコアがガタ落ちするんですよ。ちゃんと150字到達しないといけなくて、150ぴったしでいいし、151でもいいんですけど、い、うんうん、かなかったところで一気に点数ガクンと減らされちゃう。うん、これパソコンで打ってたらその誤数が出るんですよね。あ、出ます出ます。だから分かりやすいです、うん、そうそうそう、うん、で一応20分40分っていうのは目安で、別に最初のタスクで22分かけても全然いいんですよね、はい、60分の配分をどうするかがテストテイカーに委ねられてますんで、はいはい、うんうん、そうですね、そう、うん、だからライティングはそれでしょ、うん、スピーキングもうノー作戦でいくか。おお、いいっすね。いや、ちなみに、どんなことが聞かれるかはちょっと、ご存知？ああ、そうですね、問題の、はい、あの、なんかよく出る品質問題みたいなのは、あの、なんとなく。あ、本当ですか。じゃあ、どうしようかな。一個だけ、これ伝えるべきか迷ってんだけどな。ほう。クエスチョン。スピーキングクエスチョン、どうしようかな。何ですか。まあボーナスか、ね、あの、うん、それでいくと、あの、あなた今日パンツ履いてますか。そういう問いは出ません。いらないだろ。あ、でも先生、じゃあこれはどうですか。あの、なんか、あの、面白い感じで、なんか面白いエピソード話した方が点数高くなるとか、そんなことはないですか。あ、それがね、難しいんですよね。あ、一応スコアの、うん、マトリックスみたいな、あの、ルーブリックがあって、採点基準でやっぱもうあるんですよね、はいはい、でも、うん、やっぱりスコアラーも人間なので、何か、あの、メカニックに話をするよりも楽しいような話題について話している方が好感を持ちやすいでしょうね。それによってちょっとバイアスがかかって 0.5 変わるかもしれないことはあり。やっぱ試験官も人間だから、まあ、そうそうそう。そっかそっか、うん。うん。なので、パンツ履いてますってアピールするのもいいかもしれないですね。今日は履いてます。文脈わかんないですよね、そのコンテクストが。でもまあ、結構今のね、パーソナルな話が実はスピーキングの最初のセクションで聞かれますね。元気とかね、うんうん、元気ですか、どっから来ましたかってね。もしかしたらパンツ履いてますかって、元気ですかってね、パンツ履いてますかってあるかもしれない。最初のところのやりとり。万が一、百万が一ですね、これね。そうですね。まあ、でも元気ですかはあるね。ハワイユぐらいはあるな。ハワイユドゥイングとか、ハワイユがね。そうそうそう。いや、いいっすね。ね、スピーキングはまあ3つの問いから成り立ちますね。うん。うん、1つが、そうね、あの、本当にどっから来たんですかっていうような、ものすごくベーシックな会話。何仕事してますかとかね、うんうんうん。で、2つ目の大きな問いが、2分間、一人語りするっていうものですね。カードを見せられて。そうなんですよね。で、ここ、まあ、1と2は全部対策も、まあ、全部対策ができるんですけどもね。2は本当に2分間、ちゃんと最後まで話すことができるかは結構大事ですね。うん、そっか、うんうん。もちろんこれは、私は。時間が余るっていうことが、あ、すみません、何でしょう。うん、これは、それは今後でいいと思います。多分最初は2分間一人語り難しいと思いますね。
でもこれ2分間ぐらいボリュームのある語りができないとちょっとスコアが減退してしまうっていう感じですかね。そこそこ、うん、で最後のセクションが抽象的なトピックを扱うみたいな感じですかね。トピックの2最後が、うん、あ、そうですね、うん、なんか質問が来るっていうことみたいですね。そうです、トピック2をもとにしてより抽象的なアカデミックに近いような内容の話をしていくっていう感じですね。そうなんだ、うんうん、ほうほうほう、なるほど。例えば私の時は、食の話をトピック2で出されて、うん、で今度はトピック3では食とテクノロジーとか、例えば食の保存方法に関する話とか、そういうちょっと込み入った話になりましたね。なるほど、うん、そうそうそう、それもじゃあ自分の意見を言うっていう、ね、あ、もちろんですよね。そうです、そうです、うん、客観的な話より自分の意見を述べていく。でも客観的なものも入れてもいいんですよ。ある科学者がこういうことを述べてたっていうことを言いながら自分の主張を強化していくとかね。うん、はいはいはい、いいっすね、いいっすね、楽しみだな。でまあリスニングか、うん、うん、まあリスニングはあれですね、多分聞き取れないところがあっても、もう気にせず次の問題に集中していくってことが大事で、やばこの空欄聞けなかったってなると、なだれ式に次も次も次も聞けなくなっちゃう可能性があるんで、うわ、うん、聞けなかったとしてももうそこで一気に意識切り替えて次聞ければいいっていう、うん、マインドに切り替えていく、これは結構大事なのかね、うん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 、よしよし。でまあリーディングはまあ3つのパッセージからこうなっていて、徐々に徐々にパッセージの難易度が上がっていく感じですね。アカデミックの難易度が上がっていくと、はい、うんうん、ですね。いやこれリーディングなんか作戦あるんですかね。いや、ありますあります、やっぱりあるんだ。やっぱりいや、たくさんストラテジーはあります。でそのストラテジーのストラテジーの、引き出しをどれだけ持っているかっていうところと、そのストラテジーをどれだけ日々の実践演習の中で磨くかがスコアのに多大な影響を与えますね。これはもう受験もそうだと思います、で私はだからゲームをやるように、あ、こういう敵が来たらこういうふうに倒そうっていうね、ダルシムが相手が来たらこういう技でとか全部やっぱシミュレーションしとかないと点取れません。受験もそうなんだ、うん、もうその段階そうなので、まあ3つそれぞれのトピックの難易度っていうのが上がっていくと、まあ、私の戦略は1問1最初のトピック15分ぐらいで通過をし、次18分、うん、で最後のとこ問題パッセージに一番多く時間をかけようかなっていう感じの時間配分とかで言ってましたかね、うん、あと問いの種類ごとにどういうふうに問題を解いていかないといけないのかっていう問いの数、問いの種類があって、タイプ論ごとに戦略を変えていかないといけない。これはだからクライアントさんが性格が違ったら、タイプが違ったら、意識段階が違ったら、発達段階が違ったら、アプローチを変えると全く同じことをやればいいっていう、むしろやれなかったら点は出ない、出にくい。ははは。なのでインテグラルとかね、これはもう使えるっていうことですね、本当に。うんうんうん、うん、面白い。そうですね、そうそうそう。あとは自然科学、社会科学、文学とか何に強みがあってどこに弱みがあるのかとかも、まあ、こう明らかにしておくこと大事ですね。リーディング、リスニング、うん、スピーキングにおいてもそうかな、うん、ですね。いやじゃあ渡辺さん、最後もしよろしかったら1ワイルズの何か最初の段階でこれくらい取れたらいいなっていう、最後はちょっとね、どうなんだろう、まあ5? おぉ、オーバーロール、総合点で5。ほうほうほう。いいっすね。いや、でもどうか、4かな。この今、なんですかね、バンドスコアどのように評価されるのっていうところがあるんですけど、うんうん、4が慣れた状況においてのみ基本的能力を発揮できる。お理解力、表現力の問題ができるが、複雑な言葉遣いはできない。うん。うん、なんで、まあ、いやー、語は難しいな。大まかな意味を把握することができるってこと多分僕できないので、語がそれなんですよね。なるほど。これは冷静な分析ですね。なるほどな。うん、そうする。そうか、そういうふうになってる。かといって3までコミュニケーションの断絶まではなんか起きないような気がするんだけど。コミュニケーション断絶。面白い。そんな感じなんだ、記述。ただ、そう、自分の専門性を持って、話っていうのはそんなこれまでの機会がないから、うん、ちょっと本当にもうさっぱりわかんないですね。なるほどな。でも5取れたら結構同じかもしれないですね。トーフル換算表とか見るとアイレツの5から6がトーフル65から95、まあ、幅ありますけど、私がね
最初体験したトーフル66点だったんで、うわじゃあ絶対それいかないな。そうか。で一応と 4.5 か、アイエルツの 3.5 から 4.5 がトーフル IBT 40から65、うん、ほうほうほう。なのでむしろ4、これ A 検に例えこれ比較することとかできないですか。あ、 A 検比較もあのできますね。あ、トーフルと A 検比較ちょっと今見てみましょう。ちょっとすみません、 A 検比較、あ、いいですね。確かにそれが一番いいですね。わかりやすいですもんね。中学校とかね、高校とか、なんかいや、うん、そうセンター試験の英語150何点だっていうような記憶があるんですよ。で A 検はなんか2級とか順なんか学校で取らされたような気がするんですよね。おお、あ、今出てきました。あ、うん、IELTS 4.0 から 5.0 が A 検2級に当たりします、うん、はい、なるほど、うんうん、で A 検準2級だったら IELTS が 3.0 ですね。だから IELTS ってやっぱ準2級で 3.0 やば。 IELTS はやっぱりケンブリッジが作ってて、イギリスの大学にね、まあ、アメリカの大学にも使えますけど、欧米の大学に入ったのはアカデミック試験だから、私もびっくりしました。そうなんだと思って。そっか、結構高いですよね。 3.5 だな。だからそれでいくとTOEIC はすごい幅が広いんですけど、 TOEIC 385から785が IELTS の3に入ってるんで、結構、結構すごいですね。もうこれ、うわ、つら。そうだ、これ面白い。でももう気づいてよかったわ。渡さん、ナイスな観点です。これ最後。英検と TOEIC って日本人馴染みが深いんで、一応TOEIC って私の時代までは990点満点でしたけど、今はちょっとあれですか、ちょっとスコアの増えたんですかね。それでいくと、あ、そうなんだ。あ、今だったら、なんかトイックも、リスニング、リーディングだけだったんですよ、私の時代。今はスピーキング、ライティングも入って、なんか点数増えてるよね。あ、そうなんですね。うんうんうん、でもそれでいくと、やっぱり、トイック790から1090が英検2級に該当し、IELTS 4.0 から 5.0 なんですよね。すげえ。で、私がオーバーロールで取得したのが 8.0 なんで、英検はやっぱり1級か。TOEIC 1305から1390ですね。へえ、面白い。そんな作りになってんだ。あ、TOEIC って今990点じゃないんですね。みたいですね、なんか。うん、へえ。なんそれを含めて。うわー、まあ、でも 4.5 取れればまず立派だと思いますね、2級。いや、立派すぎるな。いや、いかんな。だって、高校生の勉強のレベルなんかもう、保ってない気がするもんな。いやいや。バーサルさんがね、ソーダゼミでもなんか英語で話してるの見かけましたよ。ちょっと見かけました。あれはでもノリでね。いや頑張ってきます明日は。いや、それはちょっと本当にこれまで一生懸命勉強した人の発言みたいな感じでしたけど。明日は頑張ってきます。頑張ってきます。いや、いいですね。はい、ちょっと太田さん、ぜひぜひまたあの明日のね体験談も。来週以降、ちょっとお聞きをね、うん、できることを楽しみにしております。はい、では、気づけば、64分間ぐらい来ましたんで、最後、ちょっとあれですかね。こんなに、そうですね。一人シェアをしてクロージングをしていければと思います。では、はい。では、相談の方からよろしいでしょうか。お願いします。はい。本日もお聞きくださりありがとうございました。振り返りセッションの方でもですね、まあ、サイケデリックの話から、そして映画やドキュメンタリーの、まあ、映像作品の話まで入ってきて、うん、まあ、僕自身もちょっとこの辺りから入っていこうかなというふうな思いがあります。うん、で、最後の最後にですね、まあ、僕の今の英語の学習状況と、これからその英語というかですね、まあ、試験を用いて、まあ、大学院進学っていうのを目指している身なので、まあ、その最初の足がかりになるものとして、まあ明日の試験、まあどういったスコアが出るのかっていうのも、まあ皆さんと。おお、いいですね。まあ海外進学、検討している人があれば、まあなんか、その材料になればなというふうに思います。本日もありがとうございました。素晴らしい。いや加藤先生はいかがでしょう。ありがとうございます。渡さん、そして、リスナーの皆様、はい、振り返りのセッションですね。お付き合いいただきどうもありがとうございました。あの、実は渡さんがこう、海外留学を今ご検討いただいて、ね、いるのと同じく、私自身も今年、大学院にもう一度こうアプライをしようと、まあ、これはサイケデリックス研究を
を哲学、科学、神学の観点から研究するために今大学院のね、私も実はその応募書類等を含めて準備をしている最中なので、まあ、渡さんとの、うん、渡さんと私の体験が何か皆様のもし留学を考えておられたり海外留学について関心を持っておられれば、まあ、何か少しでもね役に立てるような情報をまた今後も提供できたらというふうに思います。まあ、そして最後に今日の本編でも扱いました、まあ、サイケデリクス研究ですね。こちらに関しては私が今一番こう情熱を注いでいるものなので、成人発達理論やインテグラル論といったこれまで私が学んできた学問領域を通じてですね、まあ、それとこう絡めながらまた何か皆様の、まあ、そして私たち自身のですねサイケデリクスに伴うリテラシーを高められるようなちょっとこうした場をまた今後もね設けていきたいと思います。では振り返りセッションもどうもありがとうございました。ありがとうございました。